今回は何をするわけでございますか。今回はですね、うん、あの災害について学んでいこうかなと思っております。柳原さんはあの災害に関していろいろ気をつけてることとかあります？普段から。まあ逃げるときは、はい、どっから逃げようかなぐらいです、ね。ああ、非常口の確認。非常口というかベランダからっていう。ベランダ。非常口とうちないんで別に。あ、非常口がない。ない。その場合はそうですね。そう。うん。ドア押してしまうらしいですね。なんか逃げようとするときって。あのこの引き戸。いやどういうことですか。あのこう普段はこうガチャって開けるのに、引いて開けてんのに逃げたい時だけ押してしまう。ありますあります。どうしようってなるってことよくあるって聞きますわ。確かにそうですね、ホテルなんかそうだと思います、はい。今回はもうゲームを使って、うん、そういうのを学んでいこうと。そんなゲームあるんですか。あるんです、最高のゲーム。お、絶対絶命都市。お、しかも3までいっております。さあ、なんかキラッと聞いたことあるような、壊れゆく街と彼女の歌。はい。いやー、いい、もうそれはよかった。あ、ね。あら、どうしたの？壊れゆく街ですか。なんやねんな。いいですか。いやー、いいですね。不服そうな顔して。なんかグアムに行かれたとか。それ。それで怒ってんね。さすが芸能人は違いますね。あら、さすが。いや、なんで来へんかったの？え？あ、逆にね。行こう行こうって言いましたよ。うん、痛いと、うん、くんなっつうんだもん。一番面白かったのはオズマやけどな。これまたもう一個、もう一個して、うん、これやりに行ったんやなっていうのはあったんやけど、なんか相当トラウマになったみたいで、リアルにもう海外に行きたくねえ。そうそう、そう、なんか行ってるオズマとアメリカ在外のグアムはどうでしょうみたいな。そう、不意に仕上がってる部分もある。これ見たいですね。あ、見たいですか。見たいです。そういう意味ではですね、はい、アメリカ在外のこの機械の体、はい、DVD、うん、太平洋ゲーム祭り、こちらがですね7月1日に発売されますんで、ぜひ皆さんお買い求めください。あ、すごい。あ、こういう流れになってたのね。でもこれのこの一通りの下りが終わったから、もう見て普通の顔です。やっと普通の気分に戻ったおですっていう、あの普通の気分に。この絶対絶命都市でこの災害のね、うん、お勉強、今回先生でもありますから、絶対絶命都市にね、そういう環境に強いんで。ああ、そうか。はい。なるほど、そうですね。わかりました。はい。今回3人がプレイするのは、絶対絶命都市3、壊れゆく街と彼女の歌。絶対絶命都市シリーズ初となる通信プレイを使って、3人で災害に立ち向かってみましょう。じゃあ、はい、トンネルの中で余震が続いてるんで。わけのわからんこと言うのやめてもらう。いきなりっすね。わからへんやん、何か。誰や、高坂。直樹って誰。高坂直樹って僕ですね。え、そんな名前なの。いやいや、そうなの。木村秀則って言うんですけど。何なんか面倒くさかったのかな。柳哲也って誰。何ですか。え、ほんまはこういう名前なの。おかしいやんけ、なんでゲームやろ。お前学の頃から知ってるやろ。いや、分かれへんやん。分かるやろ、遊びに来たやろ。柳原って表札あったやろ。トンネル内で地震発生、仲間と離れずに助け合いながら進め。お、大地震発生まであと6分。めっちゃ怖いやん。はっきり分かってるんですね。なあ、始まった。あ、俺女の子やんけ。え、ほんまや。お、でっけえバッグ。わあ、すげえ。リュックも、なにこれ。おお、二人ともなんか可愛らしい顔してるね。どれですか。あ、なんか手振ってる。謝らはった。ちょっとちょっと、すげえ、なんかホタルの墓。こっちですよ。おお、うっそ、びっくりした。びっくりしたどういうこと。何やってんですか。いや、なんかジェスチャーってあるで、メニュー。メニュー触るな。おお。あ、これね、ジェスチャー。あちあち、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 あっちやって。おお、これすげえ。うなずくとお辞儀の、あ、なんか触れてる、触れてる。なんか触れてるで。なにこれ。ジュース。なんだなんだ。おお。みんなこけてる。すげえ。ちょっとなんか。え、体力減った。減ってますね。減る？ヒットポイントが大人の ST っていうのが光ってますけど、俺は。体力が。ST ってなんですかね。なんか。ちょっと。スタミナかな。こっちですか。おーっと、揺れてる、揺れてる、揺れてる。これどうしたらいいの。何がですか。地震の時はこれ。俺もこうしゃがんだよ。俺みたいに、ほら、俺みたいにこうしゃがんどけばこれ大丈夫でしょ。こけないでしょ。あ、あ、なるほどね。それでも確かにそうかもしれないですね。それはありです。おお、あれ、なんか勢いでこない。おーい、しょいしょいしょいしょ。あれ、なんかまた地震だ、余震だ。あ、なんか助けて。誰か、酒おにぎりを拾った。なんか挟まった。入った入った入った。地割れで。え、あらららら。助けて助けて。ちょっと待って、聞こえへん。何言ってるか全然聞こえへん。
誰か。ここよ。ここよ。ここよ。誰か。はいはい。今ここよ。なんかすごい落ち着いてるね。ほらほらなんか素材探してるみたいになってアクションが。なんやねん。お湯かきまでずだみたいになったやんけ。今なんやった。引き上げてくれや。チームワークに問題はありそうですが、意外とあっさりステージをクリアということで。さあ基本操作も分かったところで、はい、次のステージを挑戦しましょうか。いやいや、その前にまたこう懐かしいもんがついてますよこれ。多分ですよ。これ何これ。はははは。低周波治療器。それは分かってますよ。これは皆さんの疲れた体をそれで癒してもらおうかと。それで肩でええがん。あのゲージでですね、はい、ヒットポイントの横に ST って言われましたね。うん、スチューデントね。そう、あのスチューデントゲージがこらーっと乗りつっこみ、そこまで雑にやるやつおらんねん。ストレスです。あのストレスゲージが上がると僕らにもストレスがグッとくるようになっておりますんで。あ、これでってこと。はい。ストレスそんなバカな。合うんじゃないですか、これ。それっぽいのがあったから。でみんなでクリアしましょう。ストレスを感じないようにやらなあかんってことね。そうよ。こんなことができる。だからあのできるだけあの穴に落ちたりとかしない方がいい。ああ、なるほどなるほど。すぐ助けたやつの代わり。いや、それはもう助けますよ。だからほんまにこっちにストレス。ね。だからそれは助けます。10分もあんの。10分ありますね。亀裂の反対側にある道路に脱出。亀裂？大亀裂。大亀裂。亀裂って渡れるのかな。だからなんかあんねん。また車移動したりせなあかん。ああ、そうでしょうね、きっと。消火器落ちてますね。ほんま、あ、ほんで火消すってのせなあかん。あ、ありそうありそう。消しといてや。そうじゃなきゃ消火器落ちてませんからね。あの後ろになんかある。多分僕が思うにですよ、どっかでいきなり自動車とかボカーンっていきますわ。あー、そういうね、大事よ、予備。そのなんていうの、かもしれない、そうなるかもしれないって予測を立てるのは大事なこと。だろう。危な。おお、危な。俺岩ギリギリやんこれ。見てこれ、岩倒れてきたで今。もうそんなとこ歩くからやろ、急に走っていったやろ。なんか微妙にストレス溜まっていくのか。いや、だってね、これね、突っ込まないとね、消せないんですよ、だって。消せた？いや、まだツルついてますね。ESA! USA! どういうこと？ストレス溜まってる、溜まってる、溜まってるよ。誰か消火器持ってないですか？まだ燃えてますよ、だって。いや、持ってる。俺持ってるけど。早く消して。ここじゃない。あ、危ない危ない危ない。あ、早く。これどう？はよ使えや、こいつ。消火器の使い方習ったやろ。あー、なんかすごい納得できねー。あ、これ穴あるね、気づけて。あー、優しい。あー、ストレス。あー、立った。あー、落ちた落ちた。あー、ストレス。これ走り切って、あー、ストレス。何？誰が、ちょっと助けて、早く先行くわ。あ、助けて助けて、早く。助けて、痛い痛い痛い、死ぬてきてる。そんなんじゃ本気でクリアするんちゃうの。いや、これはこれでしない。これ気分が穴あって、なんか強くなってる、強くなってる。なんで痛い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 。よし、ありがとう。早く行こう、早く行こう。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。泣けてくるな、畜生。ちょっとトラさんか。押せ押せ。お前が押せ。ラッセイラー、コウサが押せ。コウサが押せ。コウサが押して、ラッセイラー。ほら、イエーイ畜生、イエーイ畜生、イエーイゴーゴー。お前、なんで断じるマジで。お前、しっかりさあ、立って、せい。あ、水あった、水あった。これでストレス解消。水くれ。どれ？水くれ。あ、おにぎりおにぎり。俺が食う、おにぎりは俺が食べる。はよ食べよ、はよ食べよ。飲料水。お、おい、回復よっしゃ。そう。これ多分これ倒すねんって、これ。やべえ、もう3分しかない。これ倒すねん。はよ倒すぞ。押して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 。前前前前前前前。これでダンって倒れて。よし。よし。でもこれいけるわけさ。高坂は大丈夫。高坂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 。なんで渡れる、渡れるでしょ普通に。あ、ほんま渡ってる。水にダッシュでいけるでしょ。違う違う、オーラから見たら高坂落ちてたよ。あー、そうなんですか。あ、消火器取ってましたね。柳さん、向こうに引き消してください。あーあー、ダメだダメだ、これこれダメだと。消火器いっぱい。なんで俺だけ。え、どうなんで俺だけ。え、落ちたんすか。なんでこうなんの。なになに、どうしたの。あー、落ちちゃうよ。落ちちゃう、助けて。落ちちゃう。あかんあかん、落ちる落ちる。うわー、ちょっと救急セットを拾った。あかん、俺あかん、俺やばい。視界がやばい、視界がやばい。
結局ストレスに勝つことができず失敗。今度こそクリアしてください。疲れたな、うん、そうですね、大騒ぎしてますからね。ただここだけがすごい楽になっている。あ、腕は大丈夫、なんぼでもゲームできる。コンテナをどかして外へ脱出しよう。押すね、なみんなで。押すんですね。入り口で燃える炎を消してコンテナをどかして外へ脱出と。なんかたまに流れてない。流れてるような気がする。気はしますね、確かに。これ俺で微弱な流れてる思い。うわー、廃墟じゃないですか。うわー、かーこわ。すげー、どういうことこれ。中ホテルの。まずアイテム探しましょう。でもまず火消さなきゃいけない感じですよ。なんか消火器が多分アイテムを探してまず。あ、パックで進んでいくぞ。これあれ、え、何してんの、え、あれ、あ、もう立てるんだ。おこれ取ったよ。ちょっと、え、なんでそういうことするんですか。いやだって、何をしてんのかな。僕を助けてくれるんじゃないんですか。いや、アイテムに関しては決めてないもん。あ、アイテムなんてない。おい、あの上、どんどん上です、どんどん上。あの階段使ってどんどん上行きますわ。高坂がお前一人でずっとガンガン行ってんぞ、あれ。あ、危ない危ない。お、すげえ、なんだこれ。わあ、熱い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 。炎のど真ん中に落ちた。何してんねん。びっくりしたー。なんだこれ、どうすりゃいいんだ。消火器持ってるのか。ちょ、消火器持ってる人いるでしょ、だって誰か。うわあ、危ないよ。なに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 、危ないよ。落ちちゃう落ちちゃう。なんでこんなストレスがいつの間にか。だいたい俺もストレスってまだ。なんかある。くそ。うわ、最悪や。あ、こんなところで。ああ、誰も助けてくれ、助けて。高坂。どこにいるんですか、だってみんな。このお前から見て右の一個上のあのなんか登ったとこ、登ったとこ。どうやって登るんですか。俺から。ああ、なんだ。急に強くなったぞ。俺から高坂見えてんだけど。日が。はい。おお。これ消えた。食べて長さん、長さん、イカリア長さん、もうできねえじゃねえかよ。こんなとこ出て、ああダメだ、もうダメだ、これ痛い痛い、もう無理。おお、あそこにね、アイテムがない、もう泣きそう、痛い痛い痛い、うん、力でねじ伏せろ、よし、力づくでこれ。これなんですよ、これ。どれ何してんねん、早く行く、どこに行ったやろこれ。どこに行ったやろやー、ポッ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 、あこれどこにいるの、無理だいたい俺ストレス感じてんやん、もう終わってくれ、もういいやん、これ終わってくれ、殺してくれ、もう人がいる、あー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 、災害は非常に怖いということが、はい、でも思うんですよ、災害時あんなに騒がないと思いますよ。いやいや、僕も騒がないと思ってたんですけど、うん、騒がざる、ざるを得ない状況が後半一箇所ございまして、はい、今日はひどかったですね。ほんまにストレス溜まりましたね。っていうかピンチになればなるほどゲームができなくなっちゃダメでしょ。見てください平井さん、えこのキングの浮気汗見てください。びっちょびちょ汗。ちゃんとみんなでフォローし合わないと無理。なんか正直とか言ってすぐみんな
その例えば飲み物鮭とかあったら分けなあかんわけ、バランスよく持っとかんと。そやのに、うえ鮭や、うわ水や、うわこれ下から行って、こういくんか、うえ、ほんならもう林間学校みたいなの書いてある、うえ上がっていってもう結果があの末路ですよ、ね、そうそうなのよ、助けたくても助けられへんやもん、低周波しません。でもあのみんながこう休憩で外出た時、スタッフのみんなは口々に低周波面白いなーって、年のあと 2,3 回あるよこれ。そうやな、うん、まあだってリアクションを強引に発動させるからな。そうや、恐ろしいよね。絶対絶命都市3、壊れゆく街 と、 く街と彼女の歌、彼女の歌面白いんでやってください。面白いですね、はい、よかったです、はい、昼寝していい。どんだけ疲れとんの。